どうもピオキングです。前回の動画からですね、新しいマイクを使ってるんですけど、少し違和感があったんじゃないかなと、そう感じた方もいると思います。特に説教部分、このマイクはですね、前回も言った通り大きな声を出すと抑制する力が働く機能がついてるんですよ。だからここ一時はその感度を調節しながらやっていきたいんで、ご迷惑をかけるかもしれません。いや僕もね、何回も説教テストして説教テストってなんだよって話だよないやね、ただマイクに向かってさ、一生やし叫びまくってマイクテストをしてるんですけど、なかなかね、ちゃんと実況していかないとわからない部分もあるんで、そこんとこだけよろしくお願いします。それじゃあ本編入っていこうか。まず始めるコース、エラリンズデュートロールレベルということで、エラリンっていうのは調べても出てこなかったから、多分人物名を指すんじゃないかな。だからこれはエラリンの新しいトロールコースっていうことなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 いやごめんね、迷惑かけちゃって。最悪前のマイクに戻すから。いやでも新しい機材とか買っちゃったらさ、一度もどうにかして使いたくなる気持ちわかんないこっちの方がいいんだ、絶対にこっちの方がいいんだみたいな、僕は今そういう感じですよ。さあ透明度外に入っていきます。このピョンチューは意外と何もしてこないんだな。ってことはこの透明度外に入ってて、開幕こういう感じかよ。しかも魚も振ってくれけどさ、全然マリオに当たってくれねえし、もうそんなパレードなんかいいんだって。分かった分かった、すごいの分かったよ開幕後の放置プレイは辛いって。これはなんないの、お前もうちょっとこっち来いって。開幕お手上げ、いらんて、開幕からあんな放置プレイなんてしなくていいって。喉がぶっ壊れるよ速攻で。じゃあここで、戻った瞬間ジャンプすればいいじゃないの。そしてこの上のワープブロックに入ると思ったけど、この右の動画も気になるよな。特に何もない。いや違うんだって。ならすぐにワープブロックに入っちゃおう。いや久しぶりの 3D ワールド、めちゃめちゃワクワクするな。このベンツ乗らせてくれんのかい。頼む乗らせてくれないです。じゃあどうやって乗ればいいんだろうな。左を進化してみようか。あ、これで下側に来れるんだね。さあ行こうかベンツ。ちょっと待って、俺のベンツがいた。ここは左を進化で、一番左に隠しブロックがあるから、それは戦わない。でこのベンツ乗っていいのかい。車検バリバリかい。車検2年バリバリマックスで行くぜ。さあのワープブロック、うわやるじゃん。あ、上か、上のブロックのところでジャンプすればいいんじゃない。だからここね、逃げておく。そしてこれはなんだろうな、コインか。でこのワープブロックに入ると、いややっぱ 3D のこのびっくりブロックめっちゃ面白いよな。ジャンプしたらいけないと思いますよ。ってことでここは一旦左に、クーリリンのモノマネでもしようかな。ミサー、じゃあここは左に行って壁キックすればいいっていう感じかな。ですよね、そうなると思ってた。思いっきりやっぱ左で行くで合ってんのかな。あ、これで大丈夫だね。でこのパワーブロック叩いたら絶対に魚が対応できるって。来るなら来いよ、僕は超魚って YouTube できてんだからな。なんでもないの、そういうのが一番リアクションに困るんだって。でこれは右に行ったらポヨンされない、大丈夫大丈夫。ですぐ上の土管に入ろうか。土管に入れませんね。このトランポリンの場所で待っておけばいいと思いますよ。そしたらハンマーが出てくる。でここで木箱を出して、これ壊していいのかな。まあ壊さないと先に進めないもんね。でこのブロックを壊してすぐ右に進んじゃおうか。そしてこの右にはドッスンがいるけど、ちょっと待って待って待って、これ見たことあるぞ。テルルさんっていうね、制作者さんから教えてもらったんですけどこれ叩いたらマリオが行動不可能になって左に行っちゃうんだよね。くっそ、いい取れ高をあいつのせいで邪魔されてしまったな魔女が。まあいいや、一旦見てみる。ここで何も知らないようにして叩いてみようか。あ、マリオが動けない。しょうもね、こんなところで魔女の名前が出てくるとはね。そういや最近その魔女のツイートの返信かなんか見たんですよね。そしたらピオキングさんはガバを見つけてくるので嫌いですっていうコメントしてたんだろう上等じゃねえか。なんかみんなは、僕はねツルルさんのこと好きでしょっていうねコメント溢れてるんですけど、僕もね大嫌いだね。むしろあんなやつはネタを提供してくれるだけの都合のいい女ですよ。見てるかテロル、お前はすごいなんだよ。そう、今言ったこと全部トロール。なんか僕がさ、そうやって魔女のこと結構喋ってるから、あの人のファンみたいなのが増えてるんですよね。別にみんなファンなんかならなくてもいいよ、利益何もないからね
これもトロール。なんかうざいからこの辺でやめとこうか。石エイジを壊して左押しっぱ、そしてジャンプしてかわせば大丈夫なんじゃない。いや、このオートスクロールどこまで来る。そこで止まんのね。で、この中間取らせてくれる。やっほーマリオも喜んでるね。めちゃめちゃはしゃいでんじゃん。その称賛を叩いて後でブラックボンブランあげるよ。マリ、いや待て、ブラックボンブランはみんな知らないかもしんない。あもうそのびっくりブロッカーやめろって。しかもさっきのちょっと違うじゃんか。え、これ何、これ一生このままみたいな、これ右押しっぱで抜けるみたいな、そんな感じ。出せ出せ出せ。中間取った喜びも束の間でしたよ。まさかあんな永久トラップが発動してくるとはね。じゃあここは一旦しょうもねえミスすんな。はい、でも中間ポイントから。でもハンマーじゃないからさっきとちょっと違うんだよな。一旦チビのまま、あ、わかった、ここでどうせチビに鳴らされるんだ、そしてこの土管に入れますよみたいな、多分そういうびっくりブロックだと思うよ。さあここはどうすればいい。一旦ハテナ叩いてみようか。右行っても壊れない。ハテナの中は魚。もしかしてさ、嫌な魚にこのプロペラをなくせっていうことはないよね。一旦ここをオンをしてみようか。で、左に行けるようになった。なんか罠っぽい罠はないよな。じゃあこれは上下、いや上行っても左は行き止まりだからこっちしかないと思う。このつらな壊れないやつか。ってことはこれ上隠しブロックあるんじゃない。ないよっなになに、急に優しいじゃんか。でもこっちに来ても何もない。一旦これ脱げってこと。脱ぐと、ちょっと待って待って待って、一応左意味ないのかな。一旦ここでオンオフするでしょ。上のハテナブロック叩いてみようか。これ何なんだろうな。コインかい。やっぱ 3D ワールド面白いね。あんまりやらないからさ、見たことのない仕掛けばっかりで新鮮だなって思います。さあどっすん、避けれた。これで、あ、これで下のつららが壊れんのかな。あー、なるほどなるほど。あの下の土管も入れるか気になるところだけど、まあいいや、後でちょっと試してみたいと思います。絶対に入れないと思うよ。ゆっくり行こうか。ゆっくりって、これは鉄球なんだろ。鉄球と分かってて僕は先にパーを叩くよ。なんでや。なら先にハテナ叩いてみようか。これ絶対鉄球と思うんだけどな。わからんって、何が入ってたかちょっとだけ見せてくるって。こっからでんぐり返ししてもこのブロックは何も入ってない。これを叩くことによってパウが叩き出すみたいな。よしよしよし。え、ここからどうすりゃいいのよ。上に行けってこと。意味わからんって。あと試してないことといえば、先にパウを叩いてこのハテナブロックを叩くこと。このパウがさあ、わかった、今大丈夫になったんじゃない。で、このパウを叩いて、もうすべてからクリアは解けたぞ。パーブロック叩くふりをします。そしてもう一回パーブロックを叩いて左に逃げる。そしたら扉の方に行けるんじゃない。さあ行こうか、 3D マリオ。何も来るな。なぜ君は 3D マリオでチビの時帽子をかぶってないんだい。行けないじゃないか先に。あー、え、これ上行っちゃっていいの。上だってクリームいるじゃん。あー、なるほど、隠しブロックがあるっちゅうことか。そしてこの砲台は乗っていいのか。大丈夫だマリオ、信じろ。あの砲台に乗らなきゃ先に進めないもんな。お前このビビらせやがって。なんかあると思ったじゃねえか。さあ上に行こうか。あの雲のところさ、トランポリンかなんか入ってんだろうな。勝手にポヨンされちゃったんだよね。だから上に行きます。そしてここから右押しっぱ。オッケーオッケー。そして記録を取ってこのつららを超えて透明度感、なかなかいい調子できてるね。このピンコインは取れそうにはないか。このブロックを叩けってことかな。バカか俺は。これさ、上からでんぐり返ししたら取れないかな。これで大丈夫。あ、オッケーオッケー。で、猫が出てきてこれでピンコインを取れるっていう感じだと思うんだけど、上に行けないな。これ、あ、しゃがんだらもう終わるんじゃない。これしゃがみジャンプ、やっぱそうだよな。ってことはですよ、ここで猫を出す。で、この猫で左のブロックを壊すっていうことなんじゃない。上のフラワー取っていいのかな。まあ、一旦壊そうか。壊して、おっぴゃそんな場で食らうと余ってんのか。ボヨボヨするしか動画ないくせに、もう俺に立てつくんじゃねえぞ。さあここでチビになって、上に鍵ワープブロックがありますけど、鍵はどこにあるんだい。鍵を出せ、手を出せ、ブラガー。
このバネが出てきた時点で僕は負けだったんだな、きっと。だからこの鍵を早く取って上に進んでいく。でチビナでワープブロック入ったら、そろそろ中間があるんでねえの。中間、中間はないみたいだ。ブーメランがいるのかい。でブーメランの裏青ブロックがあるよ。で下にサンボがいるってことは、あのサンボこっちに来るんでねえの。いや絶対そうだと分かってても、ここまで分かるか。いや半分ぐらい合ってたような気するんだけどな。じゃあここは右押しっぱで大丈夫。そしてブーメランを手に入れてサンボを倒して、この先絶対に中間があると思うよ。さあどうだ。なんでないの。中間遅れて僕に。お前また絶対こっち来んだよ、こっち来んだよ、こっちに。全然ブーメランを返せ。俺のブーメラン、いやこれ当たっていいんじゃない。当たって上に行けって書いてるね。上に行ってみようか。そしたら何もねえじゃねえか。このブーメラン返してくんないやつ新鮮で面白かったな。じゃあもう一回ブーメラン投げます。そしてすぐ上に行けっちゅうことなんじゃない。そしてブーメランをいつ返してくれるかなんだけど、あ消えた消えた。でこの状態で上に行けってこと。いやまあ上に行くしかないよな。いやこれ大丈夫。これやられる予感しかしないんだけど。誰に何かするんだよ。どこ行った。すげえ。こんなワープの仕方があるんだ。でこんな変なところ連れていかれてるの大丈夫。そこはまずいやつだって。やられる予感しかしない。いやこれさっきと中間違うよな。これは中間ポイント2なんじゃない。よっしゃで、なんか嫌な音楽流れてるけど大丈夫かな。僕一旦やられてみるけど、こっから何か変わってるんじゃないの。変わってるのか、変わってないのか。変わってる。よっしゃ、中間ポイント2キャッツ。左の方が正解なんじゃないか今度は。さあこっちのワープロックじゃなさそうだったよ。僕がやられるだけなのかい。まあでも中間ポイント2からですよ。こっから先、さっきと同じエリアだと思うけど、何が変わってるんでねえの。なんかさっきと見た目一緒だけど、左の方にボム兵が出てきたな。まあ一旦右行ってみようか。そしたらここでオンオフが変わる。ちょっと待って待って、ダブルバネ。じゃあどう避ける。これ左行ってもさ、砲台がいなくならないんだよな。すぐ上に行けっちゅうこと。いやすぐ左か。もういいってこれ。もう分かったもんね。右行った瞬間すぐ左に行く。お前出てくるの早いって。オンオフの先行った瞬間左ダッシュしてみようか。やっぱ抜けれたぜ。あのバネ強すぎるんだよな。で今度は一瞬しが出ると見せかけて違う何かが出てくる。そうだろ。はいはいはい、そうぐらい分かってんだよ。何回も同じような罠に引っかかると思うで。で今度はどこかで入れるみたいな。よしよしよし。で今度は右右右右右。こんな見え見えの罠に引っかかってしまった自分が恥ずかしいわ。じゃあこのハテナブロックは叩いていいのかな。キューじゃねえんだよお前は。何お前寝てんだよ。こっちはめちゃめちゃ忙しいんだよ。じゃあハテナブロック叩きます。お前どっか行くんだ。鉄球が戻ってくるから鉄球を避けますよっと。そしてこの透明土管に入ってからあのブロックが開く。いやすぐ戻ろうか。いや戻らなくても良さそうだね。でこれオンオフをしたらピョンチューが一緒にジャンプしてくるから左に逃げればいいんじゃない。ジャンプぐらいせ。なんであのピョンチュージャンプしなかったんだろうな。ここ一マスのところだったらピョンチューはジャンプしないみたいな。あなんかそういう感じ。おはこの打速。でもねここまで来るの長かったからそろそろゴールは近いと思いますよ。じゃあこの状態でジャンプして左に逃げる。そしてジャンプしてすぐ右に逃げる。何を考えてるんだねこの制作者さんは。1回目のジャンプ何もしない。2回目は左に逃げます。そして3回目も左に逃げます。4回目はどうする。4回目は何もしないでいいのか。でこの土管に入ってったら頼むゴールが見えてくる。ない。お前ちょっと襲ってくんだよ。お前襲ってくるかい。でもねちょっと見えたんだよな。ここでトランポに跳ねるからジャンプしないでいいんじゃない。オッケーオッケー。でお前2回目は3回目はどうだった。何やってるんだ。さっさ下に行けっちゅうことですね。のこのこかを上にやっておく。そしてすぐ下に行こうか。この上のオンオフも変えなきゃいけないような気がするんだけど、まあ、変えたら変えたでこっちに戻ってこれなくなるもんな。だから一旦パウを叩いておこうか。そうするとこっちに来るね。向きます。ただ皆様ここで大量のワンナップが出てきたってことはもうそろそろゴール様が近いんでねえの。この敵を戻ってくる。戻ってこないで、ね、さあ透明の間に入って。ここはなんか書いてあるな。スパイクって書いてるっぽいよ。なるほどガボンお前のことか。
緑、邪魔するな。お前はただ俺で踏まれればいいんだ。消えろ、ダメくせに帰ってろ。僕が帰ります。匂う匂うな。あのブロックの先がすごく怪しい。何が襲ってくるんでねえの。だからすぐ逃げれるようにすぐ左の方に。あっあっ、よっしゃよっしゃめっちゃ神回避じゃなかった。いや絶対なんか来ると思ったんだよな。いやこのコースめちゃめちゃ楽しかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、フィーリング186ということで、サムネを見る感じパワーブロックが一つ、そして大量の氷コインとバブルが設置されてるんだけど、このバンワードさんっていう方はね、10秒以内に大量のコインを取らなくちゃいけない一発マリオが多いんですよ。さあ今回はどんなコースを見せてくれるんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.16%。 さすがに全部のコインを取れっていうことはないと思うんだよな。でゴール条件はコインを186枚以上取ってからゴール。まあ全てって書いてないから全部じゃないと思うんだけど、このコインを186枚。これどうすんだ、全然わかんねえ。これバブルがさ全員こっち向かってくるから、これもうやられるしかない。分かったかもしれん。このパンを上に投げてバブルをどっかやれっていうことなんじゃない。だからこのパンを持ってバブルを上にやる。無理ですけど。パンを上にやってその一マスを抜けろっていう感じなんかな。いや絶対違う違う、こんなんじゃねえばい。じゃあどうするかっていう話を。このパンの裏隠れろみたいな。はいはいはい。でこのパンを投げてコインを全部落とす。であの50コインを取った瞬間ゴールのところに戻れば全然間に合いませんよ。一個右にやろっか。これでバブルが少しでも早く右に行く作戦だね。これで何秒も時間が短縮できるとは思えないけど、一回やってみよう。あーこのパーの置く場所かな、あえて先に左に置いてみる。そうすることによってこのバブルが早くこの50コインのところの氷を溶かしてくれるっていうことはないよな。ってことでパーを右に置いときます。ここまでは絶対間違ってないと思う。こっちの方がバブルが右に行くスピード速いもんね。でこれを上に投げるみたい。はい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 、分かった分かった、攻略法を見つけたぞ。なるほどな、分かったらめちゃめちゃ面白いからくりだねこれ。だからバブルを右にやって早めに溶かしてもらえるようにパーで今みたいに上げればいいんじゃない。そしてこの50コインを取って早めにゴールに戻るみたいな。かー、惜しいけどこれで合ってると思うよ。バブルを上げるタイミングをめちゃめちゃ早くしないと間に合わないようになってると思う。でこれどこまで左のコインを取ればいいかまだ分かってないんだよな。今何枚、182ってことは左のコインをあんま取らんでいっぽいよ。少しずつ活路が見えてきたね。なるべく早めにバブルを上げます。であんまり左の方には行かないでいい。この50コインを優先して早めに取っちゃえばいいんだ。なんだこの戻りにくい溶かし方。これさ溶かし方がちょっとクセモンかもしんないね。変な溶かし方だったらすぐ戻れなくなっちゃうからさ。だからこれはなかなかいい溶かし方なんじゃないの。いけ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 、よっしゃ。いやこれはマジでめちゃめちゃ難しかったね。まさかバブルを操るコースだと思わないじゃん。すげえいいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。